自民党の現職鷲尾栄一郎衆院議員と細田健一衆院議員の2人による公認争いが続いているのが新潟2区です。それはわずかには念頭にはあるということ。いや、全く念頭にないですし、目の前のことをしっかりとやっていくということしか考えていませんので、私が2区から出馬するという前提でですね、鷲尾先生と私でですね、双方が生かされる形の、なんて言いますか、調整が行われると思います。この公認争いの行方を左右するポスト菅をめぐる戦い、自民党総裁選では各候補予定者の原発政策についても注目されています。世界最大級の出力を誇る柏崎刈羽原発が立地する新潟2区、東京電力をめぐる問題が相次ぐ中、再稼働の是非も最大の焦点となりますが、いずれ原子力はゼロになるんだろうと思っておりますが、安全が確認された原発を当面は再稼働していく、それが現実的なんだろうと思っております。鷲尾さんが支持するのは、原発再稼働を明言したものの、かねてから原発に厳しい姿勢を示していた河野太郎規制改革担当大臣です。菅総理がやってきたことっていうのは私は間違ってないと思いますので、しっかりとそれを引き継いでやっていただける方が望ましいと思います。一方の細田さんは、世界で一番厳しい原子力規制委員会による基準をクリアした原子力発電所については活用すべきだと、高レベルの核放射性廃棄物を発生させない核融合炉、小型の商用炉の開発を急ぐことだと思っております。安倍前総理も支援し、原発推進を明言している高市早苗前総務大臣を支持する考えです。安倍前総理、高市さんをしていらっしゃいますけれども、そういった安倍前総理のお気持ちにも少し、そうですね、それもありますし、ただそういうことも含めて総合的な判断でですね、政策面も含めて総合的な判断をしたというふうにご理解いただければと思います。総裁選に向けた動きが慌ただしくなる中、この原発をめぐる考えで新潟2区では野党も分裂。本気でですね、原発ゼロ基本法案を実現する政権を作るために何としても頑張っていきたいというふうに思っています。原発を今すぐゼロにしろ、でやっぱり原発は推進だ、これね、やはりゼロにすると言ってもですよ、それなりに時間がかかるんです。その現実の話をこれからしていきましょう。先月開かれた公開討論会で原発政策について論争を繰り広げていたのは、新潟2区からの出馬を表明している共産党の平綾子さんと国民民主党の高倉栄さんです。野党をめぐっては今月8日、立憲民主党と共産党、社民党、れいわ新選組の4党が原発のない脱炭素社会の追求などの政策協定を締結。平さんは比例区への活動も強化しつつ、政策協定を結んだ野党間で連携していく考えです。原発ゼロと言える政権を野党が本気になって作らなければいけないと、そういうところを強く主張していきたいと思います。一方で政策協定を結ばなかった国民民主党ですが、さらに、もう少しですね、運動を広げようということで、支持からですね、推薦に切り替えるということで、政治選択会で確認されたことでございます。連合新潟が高倉さんを推薦する方針を決定。県の3つの検証が終わるまでは柏崎刈羽原発の再稼働は認めず、2030年代の原発ゼロ社会の実現を訴えます。我々は国民目線に立った、県民の皆様の目線に立った政策をしっかりとぶっていく、しっかりと選挙を戦い抜く決意と覚悟でございます。新型コロナ禍で各候補予定者の活動も制限される中、4人がしのぎを削る新潟2区、衆院議員の任期満了まではおよそ1ヶ月です。